マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。朝ごはんは一日の始まり、大切なのは分かってるんだけれども、結局忙しくっていつもと同じメニューばっかりなんてことありませんか？そしていつまで経ってもなかなか痩せない自己嫌悪ってね、よくあると思うんです。実は私も過去太る朝食メニューばかり食べていたので、なかなか結果が出せなかったということがあるのでよくわかります。そこでこの動画では置き換えるだけで痩せる朝食についてお伝えしていきます。もしあなたが痩せたいけれどもなかなか結果が出ないと悩んでいらっしゃるのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる朝食おすすめトップ3についてお伝えしていきます。では今回の動画の流れはこちらです。1、発酵性食物繊維。2、置き換えトップ3の順番でお伝えしていきます。ではまず1つ目について、発酵性食物繊維ですね。これは発酵性食物繊維を取った後、だいたい4時間以降になってからですね、ようやく腸で、発酵していくわけなんですよね。なので朝食にしっかりとこの発酵性食物繊維を取っておけば、ちょうど腸が活発に働くお昼時にはしっかりと朝食べたものが消化できて太りにくくなることができるんです。ではそのポイントを踏まえて2つ目、置き換えトップ3についてお伝えしていきますね。しっかりと朝この発酵性の食物繊維を取っておけばいいわけですから、じゃあどんなものを朝ごはん食べれば痩せることができるのかということでお伝えしていきます。ではここから朝食のメニュートップ3ということで、1つ目からお伝えしていきますね。まず白米を玄米に置き換えるになります。そうすることでこの発酵性食物繊維、白米であれば 1.4g のところが玄米だと 1.7g 取れますし、また白米に比べて血糖値の急上昇を抑えてくれますから、脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですよね。また噛み応えもありますので腹持ちが良いです。そして栄養価も白米よりも抜群に高いので、朝食にするには白米の代わりに玄米に置き換えてみてください。では2つ目です。食パンを全粒粉のパンに置き換えるになります。全粒粉を使った食パンはもう見た目がの茶色い食パンですよね。真っ白な精製された小麦からできた食パンよりも、こちらの全粒粉茶色を色をしたパンの方がおすすめです。この植物性ですね、発酵性の食物繊維が 1.8g に対して全粒粉など 3.3g も取れるんですよ。またそれに加えて、やはり白米の時と同様、白っぽいですね色をしたパンよりも茶色い色をしたものの方が栄養価が高いんです。そしてしっかりと噛み応えもありますから、栄養も取れて満腹感も得られて、朝食にはぴったりのパンということになります。はい、そして最後3つ目はこちら、コーンフレークをオールブランに置き換えるになります。コーンフレークは先ほどの発酵性食物繊維がもうたったのですね、ワンボール 0.1g に対してオールブランなんと 4.4g も取れるんですね。ですからこういったコーンフレークを召し上がっている方は、こういったオールブランに置き換えることで発酵性の食物繊維が取れる、結果痩せることができますよっていうことです。でまたそれだけではなくて栄養価も高いですし、まずはご覧の通り、こういったですね、白っぽい食べ物よりも茶色の色をしたものに置き換えるだけで、あなたは痩せ体質に近づくことができるんです。ここでワンポイントアドバイスになります。もちろんこれを置き換えるだけでね、痩せ体質に近づくことができますが、やはりこの単品だけ食べてもですね、栄養不足ですよね。ですからしっかりとタンパク質系、お肉、お魚、大豆製品であったり、お野菜、また発酵食品のお味噌汁などなど、そういったものをきちんとですね、朝食にセットで召し上がっていただきますと、もうバッチリということになります。さあいかがでしたか？
まず痩せる朝食のポイントは、今まで食べていた白っぽい色をした食べ物から茶色の色をした食べ物に置き換えることでしたね。まずは食べても良いですから、その置き換えで痩せ体質を作っていきましょう。今回のお話は以上になります。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。